父親の因果応報話、かっこ悪だけど。不倫相手と再婚し出てった父が先日倒れ、その再婚相手から連絡があった。何でもほぼ植物人間状態で、施設に入れたいのだがお金が足りない。自宅介護は、子供も仕事もある自分には無理だ。ついては、娘の私にも、施設に入れるための資金援助をお願いしたい。私たちは、養育費も払ったんだし、しかじかだって。某ネズミのように、母ハッと超爽やかに笑って速攻切り捨てた。あの、若まだ50で倒れるとか長自業自得。プリも、これからの長い介護マジお疲れっす。私と母の前で、私たちはもう離れられないんです。とまで啖呵切ったんだから、子育てと仕事と介護ぐらい楽勝ですよね。つか、数年ぶりに彼女と会ったら、その老けっぷりと容姿の劣化ぶりにまずびっくりした。さらに苦労を背負うとか少し同情するわ。だからといって、手を差し伸べる気には絶対ならないけど。